どうも、電撃オンラインの後藤です。ゴシです。はい、行きましょう。ソーダとないホローリアイゼーションのサクラメンツインベージョン。ちょっと時間空いちゃったんですけど、うん、行きましょうか。引き続きね、Sランク目指して攻略、はい、今回は何個目のダンジョン。これは5個目になる。5個目。これどこ。これね、マルセビル流水洞窟。ゴロさん入ったばっかのところ。うん、ほーん、ここにもあると。じゃあ早速そこまで行きましょうか。なんでさ、毎回すく水1ミリもくれないの俺らは。くれた方がいいの。いやなんかね、最初そういうところこだわってるくせに、なんかね、くれないんだよね。着てるキャラもね、胸が大きいキャラばっか。さすがに5つ目ともなると、推奨レベルもうあれだよね。いや、5つ目は実はね、あ、楽？そう、まあ単純にこっちが5つ目って言ってるだけで。あ、別にこれが正式に5個目っていうわけじゃないよね。そうほら、あ、本当だ、54に落ちるんですよ。あ、ない、 楽勝じゃないです。そうでもない。いや、全然ここ楽。言ったね。言った。じゃあ頼むよ。ここできついのは何かあるの。ここはね、なんかいろいろぐるぐる回って敵倒せばいいだけでね、うん、そんなに探したりとか、まあ探したり、敵を探すだけなんで、ね、定番の赤青緑の流れは変わらない。そう、それは変わらずに、うん、あ、間違えた。スピードアップ、そう、取っといた。俺もね、それ最近使ってんだよね。これがあると全然。ここは特定の敵を12体倒すと終了するから、うん、あそこのエナジーアンプリファイヤー、アンプリファイヤー、うん、ってことは、なんか裸のトカゲみたいなやつ。よくわかんない。逆に服着ているトカゲがいるのかっていう話だよ。これアリクイみたいだよ、みたいな。あ、もう常にいるんだね。あ、そう。わーっと、なんか全然うっくらってん。7とかだって。さっきの食らっちゃってスピードが消えちゃうっていうね。デバフ。デバフっていうか、バフ解除、多分解除されてるんだと思うんだよね。あ、似てるけど、あれは違うんだね。似てるけど、あのボワッと光ってるやつ。いた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 。あー、まあマークでもね、あのネームドモンスターみたいなマーク、そうアイコンがついてるからね。これをひたすら倒していくだけ。これまたどこにあるか、どこにいるかっていうのは、だいたい交差点にいるの。交差点で、しかもこれ、あ、特定の場所っていうのは、あの復活する、結構だからずっと、あ、リポップすんの。同じとこを周回してても実はいけるんじゃないのかなって。で、赤で強敵が出るから、そうだから今ちょっと赤周辺で。なるほど。ってことは次青周辺でっていう話。あ、まだ1回出るのか。まだ1回、まだ回る時間がちょっとありそうだ。あの、結局また赤に強敵が出るから、それまで戻って倒すと。見た、見たね。確かにレベル44か。うん、だから全然余裕っすね。ランクとしては楽で、またあそこに復活してるから早いね、復活。そうこれさっき倒したやつ。うん、だからもうこうやって周回しながら回っていくと、はい、ちょっとずつ増えていく、うん、そして強敵が出ると。そうここにもいる。また復活してます。さあ、ちょうどいいね。うん、ブルーに敵が出たってことは、ここに強敵が出てると。あ、それでも52、うん、まあ2発ですよ。それ武器一応ないね、それ片手直剣、両手剣。両手剣、両手剣か。やっぱスーパーマンは偉大ってことね。そうで、これでまず赤終わったんで、次青の、次はブルーの方行って拠点を守りつつ、またさっきと同じように、うん、徘徊してトカゲさんを狩り。ここは割と安心じゃない。いや、全然焦るところがなくね。まあやっぱ50なのかなっていう。ただ S を取るとなると、やっぱあれだよね、拠点の防衛は欠かせないってことね。そう、拠点の先に12体多分倒しちゃうとダメだよね。 S 取るのが結構きついんじゃないかな、うん、また青に戻るのが早い範囲にちょっと探して、うん、まあこれ、そうですよね、あのご覧になって皆さん、こんなに早く倒せないっていう人はちょっとね、あの回る
多分5試合今3体ぐらい倒して戻ってきてやってるけど、その数を減らせばなんということなんかね、多分ね、きついことはない。今2周してるところを1周にするとか、そんな感じで、ね、数を減らすといいのかな。そんなにここはきついことないんじゃないかなっていう、うん、まあでもやっぱりある程度の推奨レベルが50って言われるだけあって、ある程度はストーリークリアぐらいはやっといた方がいいかも、うん、で次グリーン来ますと、ここまででもう7匹早いね。で、うん、グリーンを守って多分12体倒せばもう S なんじゃないかなと。 それでもう S 取れちゃう。一応ボスはいる。あ、ボスいない。ここいないんだ。やっぱ12体で終わりなんだ。12体同じ裸のトカゲを倒せば、うん、終わり。でどこにいるかな。あ、もう来た。あ、一撃じゃん。こんだけ強いともうあとはね、うん、どう立ち回るかというか。そうそう、あとはもう本当に探すのが、いかに12体を効率よく狩るかっていう話になるんで。そんな上の通路の方にはいない。あそこの通路にも一応行って、ただ結局と戻ってくるのにちょっと時間かかるからっていうだけだよね、うん、まあ、これからちょっと行こうかな。とりあえず行く。あと4匹あと4匹あっち行って終わるかな。あそこの通路結構いるんだ。2匹か3匹は見たことが、うん、まず1匹でしょ。8 フね、誘導でね。奥まで行きたくないんだけどね。そこにまだいるね。その奥にもいるってことかな。確かいたと思ったんだけどな。まあいなきゃいないでいい参考になるよ。あ、いたいたいた。このさらに奥にいたらすごい綺麗だよ。さすがにいないと思う。さすがに分かんない。あ、やる。おー、ついにスピーが足りなくなった。さすがにその奥にはいない。いたらかっこいいよ。いたらね、ちょうどいいんだけど、ね、ちょうどいい。お、いるかこれは。お、いた。おー、2匹いるじゃん。いた、終わった。なんだよ、2匹もいたから1匹だったからこれだったのよ。はい、終了。終了と。これはいったんじゃない。3拠点それぞれ守りき守りながらも12匹倒せばいいってことだね、まあ、ここは全然。ここの通路おいしいじゃん。はい、おめでとうございます、はい、これは気になるね。6分です。銀の宝箱。じゃあまず右からいきますか、はい、まあ、これは別に A ランクでも取れる、うん、で真ん中の真ん中はまあ S だから5個ついてますよ、うん、ジャンプ攻撃力、うん、なかなか使わないよねあんまり。ただこれ次ちょっとバージョンアップで武器に、うん、武器とかに付加できるようになるって。あ、そうなの。そういう特別なアイテムらしくて、へ、今のうちからそういうことか。お、いろいろと厳選すると。あ、まあステータスあれだね、タンク用だねこれは。そうだね、なんかもうちょっと何かプラスアルファが欲しかったプラスアルファが分かれば、うん、じゃあというわけで、はい、はい、5つ目ダンジョン、まあ勝手に5つ目って言っちゃってるけど、次こちらのダンジョン、はい、次行きましょう。はいはい、境目ツインベージョン6つ目のダンジョン、はい、行きましょう。行きましょう。さあ、ここは俺が知らないところ。湖。水晶レベル60。なんだけど。いけっしょ。一応多分今回今回配信されてるやつ8つの中で一番きつい。一番きつい。一番きつい。でも7個目8個目やる前だけで言っとくけど、ここが一番の鬼門だった。今まで全部やったの、うん、マジで。78はね、割りかしね、ご利用しでなんとかなる、うん、こっちはね、もっとご利用さないといけない。あー、もう納金だ。そうそうそう。何がそんなにきついの、これは。このマップ右上の右上の、ああボス2体いるってことだよね。西への兵器ってやつ、 X と Y の2体、うんうん、こいつやばい。これが2体が両方ゴーレムで、うん、しかも1体倒してすぐ本当にほんの少しの間にもう1体も倒さないといけない、うん、倒さないとどうなる。それを失敗するとどうなる。復活する。片方が片方が
フルマックスの状態で、マックスの状態で復活して初めから状態に。じゃあもう本当に、そのヒントってどっかにあるの？同時に倒さない、うん、まあは一応復活しちゃえば分かるか。初めのミッションの説明みたいなところで。あ、本当に、うん、お早速、まあ、赤はとりあえず通り越してあそこ塞いでる。はい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 、ゴーレムを取りに行くと。早速ゴーレム戦。お、これもバフ全開でいかないと。初め一回使っちゃってさっさと倒そうかなと。おう、それほどまでに硬いんだもん。あー、まあメイドモンスターだからね。ゴーレム、おぶ水だね。お、逃げませて。お、これをこう倒せばこのゲージがなくなれば勝ち。あ、ほんと、もう赤出てるよ、うん、早く行かんとやばいよこれ。ケイで、赤に向かうと、うん、これは戻れば。なるほど、ポイントはまずあそこの道通せんぼしてるゴーレムを倒すと。で、ここは亀に引き倒してまたボス系が出てくるまでちょっと待たないといけないんだけどヒットポイントがやばいね。大丈夫かい？あ、いや、消えたな。消えた？ヒットポイント減る、スリップが消えたから。これはバフのマイナス効果ってことだよね。バフ効果の中にデメリット持ちのここら辺のやつがあって、そのヒットポイントスリップでどんどん減っちゃってる。あ、ただそのヒットポイントが減った状態だと攻撃力が上がるっていう効果もついてるから、うん、戦闘中は全然下がっててもいいかなっていう。まだかんない、さっきよりちょっとでかい。まあ、メイドの方、メイドの方ではないけど強敵だね。そうそうそう。で、次に青に向かいますと、うん、赤、青、緑の順は変わらない。変わらない、もうずっと変わらない。もうサクラメンツはもう全部そんな順番に攻略してくれるの。赤、青、緑行けば行って、強敵を1回ずつ倒して目的を達成するっていうのが一番分かりやすい。それが定石だよね、うん、それやらずにエストンはなかなかむずいと。そうそうそう、なんか時々端折って行ってみたんだけど、やっぱなかなか S にならないっていう。うん、まあ無理に変なルートを行くよりかは普通に赤を緑と、うん、一番 S が硬いかなっていう。8、お、ちょっとタイミングバッチリ。よし、早っ。はい、次グリーンに。手際がいいね。まあ問題はボスだからね。そう、とにかくここのボス本当に時間かかる。そんだけバフかけても結構一体処理するのに時間かかる。マジか。じゃあ普通に、なんだ、片手直拳とかだとやばいってことだよね。まあでも手数でなんとかなる。うん、片手直拳ならむしろ双剣ができるから。あ、両手持ち、両手持ち、両手持ち、両手剣、両手剣か、両手剣はこれだ、うん、だここで一番おすすめの武器っていうのは結構んだな。弱点属性がつける片手杖が一番おすすめっぽいんだけど、全然次育ててなくて。あ、本当はここは継いできた方がいい。そうそうそう、クラブできた方がいい。ゴーレム系の弱点がつけるっていうのが、あー、硬いのには打撃属性みたいな感じね。それで全然違うまあでも基本両手剣一筋で来ちゃったからね。刀とね、両手持ち剣っていうね、似た属性のやつでしかやってないからね。残しかない。そうそうそう。で、これがボスですよ。お、あ、本当2体いる。そう、両方同時に倒せと言われてて。あ、こいつはなかなか好戦的ではないのか。まあまだ見つかってないっていう扱い。めっちゃ目の前にいるけど見つかってないってやべえ見てない、見てない。またバフをマシマシで
あれ横にまだ気づかれてないのが結構でかいんじゃないか。そう、ただね、絶対これ両方の途中から相手しなきゃいけなくて、あー、池はまた倒さないように半分か。おーっと、いいのが入った。そろそろ危ないんじゃない。さあ、豪華に食らったところで、やめこっちだ。よし、言うこと聞いた。ただやつも寄ってくるんだよな。さあ、うまくいくのか。おっと、レーザーの射程範囲内、射程範囲だったの、外だったのかな。食らってないよ、食らってない。すごいね、攻撃を避ける気配もない。あ、レーザー来るよ、レーザー来るけど構わない、構わない。なぜならヒットポイント減ってないから、ね、さて、そろそろバフが、ここも急がないとね、拠点がどんどん来るから、うん、なおさら。寄ってきたな。巻き込まないように。マジでスイッチもない、麻痺して、あ、スタンしてまだゲージは残り2本、残り2本、うん、これ入れて3本か。ここはちょっと離れてくんねえかな。何回かね、ミスって倒してるんだよね、この状態で。なるほどね、巻き込んじゃう可能性が高いっていうことだね。デリケート。ほんとこれ寄ってきてほしくないな。デリケートですよ、これ。結構丁寧に扱わないとね。うん、片方が壊れちゃうから。さっきが打って全然ダメージのあれが減りが少ないけど、あ、もうバフ切れてるから、バフ切れてるから、そうそうそう、そろそろでも溜まるからまた一気にいけるかな。まあ SP は問題ないから、うん、タイミング見ていけるな。よし、いきますか。このまま一気に間違えないように倒そう。さあ HP が減っています。ちょっと待って、よし。さあ、こっから減りが、おお、すごいすごい、8連、9連、10連、11、おお、すごい勢いで3倍維持。このまま、あ、押し切れる、 SP が切れた。もうこれだったら向こう切ってもいいよ、うん、よし、この一回 SP の回復薬を飲んで OK、 準備 OK。 さあ、これで倒して、こいつも倒す、間に合うか。 OK、 よし、おお、あー、なんとかなったそんなに大変だったんだね。ここ何回やったって話ですよ本当だよ。いや、おめでとう S。 あ、よかったよかった。クリアタイム10分、早いんじゃない。ソロでやるとね、なかなかね。まあこれはいいとして、次がもう確定で5だ、うん、5だよね、これ。ちょっとパッとしないように見えるけど、うん、まあこれは後々武器に合成できるということで。お、問題はここ 3か、ミニオです。4か5が欲しいな。
まあここもやっぱストレングス、うん、ストレングスとデックスだから力と素早さ、まあ、物によっては火力上げられるっていう、うん、なるほどね。なかなか、はい、ここはハードルが高いと。だって何回やった？確かにねまあそういう話だよね。取り直したでしょ。うん、取り直した。まあゴーレム2体を同時に倒さなければ、まあ同時というかほぼね、そうそうそう、同時片方がね復活するもね、うん、実は俺見たんでまあなかなかえぐいなと、いたちごっこになると、あれがね、復活するとね、そうならないようにね、うまく体力を調整してバフをかけて一気に2体同時に仕留めるという流れですね、はい。まあなんとか無事6つ目もS ランクを取ってクリアということで、はい、まあ、攻略法今言ったように2体同時とほぼ、まあね、ぜひ皆さんもねチャレンジしてみてください、はい。お疲れね、ゴシ疲れた何回やったの分かんないぐらいだもんね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。